ポプラディア大図鑑ワンダ植物。この図鑑の他にはない素晴らしい特徴とその使い方を見ていきましょう。植物図鑑はそれぞれの種の特徴をイラストできちんと描くことが大切です。ワンダはすべて新しく書き下ろしたイラストで、特に似た種は青い文字のキャプションで見分けるポイントを示しています。このポイントを知っていれば見分けることができます。自分が見ている花の名前がわからない、こんな時こそワンダが大活躍。ワンダは季節、場所、花の色ごとに分けて載せています。春の人里で黄色い花、白い花、赤い花、青、紫色の草というように探していくことができます。花壇や庭木、園芸種などは美しい写真で色鮮やかに紹介してあります。知識が身につく特集ページです。電子顕微鏡写真など観察するだけではわからないこともたくさん理解できるように工夫されています。子どもたちの興味と疑問に答えるコラムがたくさん載っています。楽しみながら知識が広がっていきます。名前が分かっている時には索引が便利です。索引は種名だけではなく海藻と海藻など用語も載っているので、索引から引いて調べてみましょう。ワンダに掲載されているのは日本で見られる植物を中心にした約1400種。身近な植物をワンダで観察し、植物博士になってください。